IAF ダイヤモンドリーグは、この2010年に始まった14大会の陸上競技会からなるリーグ戦。5月14日のドーハで開幕し8月27日のブリュッセルまで競技会が行われた。14戦の賞金総額は663万 US ドル。トロフィーを掲げる2010年ダイヤモンドレース優勝者と IAF 会長。 ラミー・ヌリアック・ダイヤモンドリーグは従来のゴールデンリーグの開催地域であったヨーロッパに北、アメリカ、アジアを加え複数の地域で開催される数日間にわたって開催されるオリンピックや世界選手権と異なりロンドングランプリを除く各競技会は1日ですべての予定を終えるダイヤモンドリーグはゴールデンリーグのジャックポットの着想を発展させた ダイヤモンドレースを導入した。年間成績の最優秀者に支払われるジャックポットは対象種目が限られていた。ダイヤモンドレースは男女32種目すべてを対象として各種目ごとに年間7戦の総合成績を競わせ、最上位の選手にダイヤモンドトロフィーと賞金が贈呈されることになった。 ゴールデンリーグとして開催されていた競技会の内ベルリンのエスタッフはダイヤモンドリーグに含まれなかった。ハンマー投げは競技運営上の理由でダイヤモンドリーグの開催種目から除外され代替する大会として IAF チャレンジミーティングスにハンマースローチャレンジが創設された。ダイヤモンドリーグは世界的な実力を持つ選手たちと契約を交わし、 男女各7名合計14名からなるアンバサダーを任命した。アンバサダーは陸上競技の世界的な普及を目的として設置され、2010年度はウサイン・ボルト、エレーナ・イ・シンバエワラ14人が務めている。このうちブランカ・ブラシッチは7000前哨の成績を残してダイヤモンドトロフィーを獲得した。2009年のゴールデンリーグ男子5000メートルを 全勝したケネニサベケレは、怪我のため2010年のダイヤモンドリーグには、出場しなかった。各種記録は、書きアイコンを用いて、風速は括弧内に表す。100メートル、200メートル、400メートル、800メートル、1500メートル、5000メートル、110メートルハードル、400メートルハードル、3000メートル SC 層、高飛び棒高飛び層、幅飛び3段。 飛べ砲丸投げ円盤投げ槍投げ100メートル200メートル400メートル800メートル1500メートル5000メートル100メートルハードル400メートルハードル3000メートル SC 層高飛び棒高飛び層幅飛び三段飛べ砲丸投げ円盤投げ槍投げありがとうございます